あかまじゃ。初心者や未経験者向けに、弓道のことを説明している、弓のつくも神のフリーの弓です。未経験者の弓道体験会とか、弓道を始めたばかりの人を見ると、弓を引くときにかなりこう、力強く握っている人をよく見かけます。話を聞いてみると、慣れていない方による緊張もあるみたいですが、しっかり握っていないと、ふわーっていう話もありました。ということで、今回は実際に弓引きは弓をどのように持っているのかという話をそっくりとしていこうと思います。ということで、改めて今回は弓引きはどのように弓を持っているのかという話。未経験者の弓の持ち方が力強いというのは、弓を引くということに慣れていないので体がこわばっているということもあるかもしれませんが、弓を引くのにしっかり握っていないと不安という人もいるみたいです。弓道を習っていなければ持ち方も知らないので、握り込んでしまうのは仕方のないことかなと思います。ちなみに、ツイッターでアンケートを取ってみたら、弓を引くときに握っていると思っている人の割合が多かったです。実際はどうなんでしょうか？弓道を習っていると、基礎の型の練習の段階から、実際に弓を持って練習する段階に移ったら、すぐに弓の持ち方を習います。実は弓をしっかりと握り込んでしまうと逆に危なかったりします。なので、早い段階でちゃんとした持ち方を習うんですね。流派などによって違ったりするんですが、一般的な持ち方を簡単に説明すると、手相のこことここを繋いだ天文筋という部分を耳の角に当てて、それを起点として耳をこう収めます。この時に気をつけるのは、指の先端を揃えること。手のひら全体で握ってしまわないようにすることと言われています。弓を引き始める直前ね、この持ち方に握り替えるのですが、矢を放つ最後までこの手の形をなるべく維持するように気をつけます。これが意外と難しいんですよね。矢を放つ直前まで維持できるとこんなことができたりします。このまま矢を放つと弓が吹っ飛んでいってしまうので、この状態で矢を放つことはしないのですが、弓を握り込まなくても良いというのは分かりやすいと思います。弓をこの点とこの点に支えている感じです。弓引きに出会った時に左手を見てみると、この辺りが固くなっているかもしれないですね。このように弓を握り込まないということで、矢を放つときに弓を回転させて安全かと精度よく放つことができるようになります。さて、ここまで弓を引くときの左手の話をしてきました。何気なく弓を持っているように見えても、気をつけることがいくつもありましたね。他にも弓引きの動作で何気なく行っているように見えても、秘密が詰まっていることがあるので、またいつかご紹介できたらなと思います。このあたりで今回の話はおしまい。ではまた次の動画でお会いしましょう。弓道系 VTuber のフリーの弓でした。バイバーイ。